ボリス・カーロフは、イギリス・ロンドン出身で主に、アメリカで活躍した俳優。世界中の誰もが、フランケンシュタインと聞いて思い浮かべる、面長で頭部が平たく、額が張り出した、無表情なモンスター役を、ユニバーサル映画、フランケンシュタインで最初に演じた俳優として知られる。ドラキュラ役で知られるベラルゴシと並び、ユニバーサル作品を中心に1960年代末まで多くのホラー映画に主演した。ホラー映画の分野における大スターである。1887年にイギリスのロンドンに生まれる。本名ウィリアム・ヘンリー・プラット。1909年にカナダに移住。カナダ、アメリカでの演劇活動を経て、1919年に映画界入り。サイレント映画の時代を脇役として多くの映画に出演して過ごしたが、堅実な演技力を徐々に認められ、1930年頃には個性派俳優としての高評価を得るようになっていた。1931年、ユニバーサル映画制作のフランケンシュタインのモンスター役に起用された。この役は魔人、ドラキュラで怪奇スターとなったベラ・ルゴシに配役される予定であったが、ルゴシがセリフのない怪物役を拒否したため、カーロフが代役に指名されたものであった。同作は世界的にヒットし、ホラー映画史上不朽の名作となった。そして、重厚なメイクの奥から怪物の恐怖と人造人間の哀感を表現したカーロフも、また世界に知られる怪奇スターとなった。このモンスター役があまりに印象的で存在感が大きかったため、創造者である博士の名、フランケンシュタインが、モンスターの名前と混同されるようになってしまったほどであった。フランケンシュタインで、ボリス・カーロフが演じた、フランケンシュタインの怪物翌1932年には、ミイラ映画の元祖、ミイラ再生に主演した。フランケンシュタインモンスターは言葉を喋らない、怪物役であったが、この映画ではグロテスクなミイラ姿は冒頭のみで、全般では、人間の姿に復活した古代の高僧イムホテップ役を貫禄豊かに演じた。素顔でセリフを喋っても演技力と存在感が十分であることを示して、怪奇のトップスターの地位を不動なものとし、さらに多くの映画に主演した。1934年の黒猫でベラルゴシと共演、両主演ではあったが、序列はカーロフが上だった。以後も両者は大ガラス。透明光線等数本で共演するが、この序列が変わることはなかった。1935年にフランケンシュタインの花嫁で、再び1939年にはフランケンシュタインの復活で三度モンスターを演じた。ユニバーサルはその後もシリーズを継続するが、カーロフはこの3作をもってモンスター役を降板する。この役はロン・チェーニー・ジュニアを経て、第1作で拒否したルゴシも演じることになる。1940年代前半は一時映画を離れ、ブロードウェイの大ヒット舞台劇、毒薬と老嬢で名声を博した。1944年のフランケンシュタインの館でシリーズ復帰するが、モンスターではなく、マッドサイエンティストニーマン博士としての主演であった。ミイラ再生でのイムホテップ第二次世界大戦後も怪奇映画の大御所格としてアメリカのみならずヨーロッパやメキシコの映画にも出演、晩年まで安定した俳優活動を続けた。1950年代末以降の怪奇ブームではすでに老齢に達しており、さすがに大きな活躍はなかったが、戦後の怪奇スターであるヴィンセント・プライスやクリストファー・リー、さらには若手時代のジャック・ニコルソンらとも共演し、大いに存在感を示した。最晩年に近い1968年にも、ピーター・ボグダノビッチの監督デビュー作、殺人者はライフルを持っている。において、自身を投影させたかのような往年の怪奇俳優役で出演した。1969年2月2日に、英国のサセックス州ミッドハーストの病院で死去した。上記の通り、ベラルゴシがフランケンシュタイン役を蹴った結果、ルゴシを上回る人気を得たカーロフであったが、そのことでルゴシとは怪物俳優としてライバルという立場へとなった。カーロフは謙虚な性格なため、黒猫や東名高線で共演した際は常にルゴ氏にへり下っていた。しかしルゴ氏は晩年にカーロフに人気の座を取られたことを終始悔しがっていたという。書籍やネット等でフランケンシュタインモンスター役に起用される以前のカーロフについて無名俳優であったとの記述が散見されるが、カーロフは1930年当時のハリウッド映画で 4/7 番手くらいにクレジットされる重要な役を多く演じており、脇役俳優として一定の評価を得ていた。主演スターではないが、無名との表現は適当ではない。戦後の古典派ホラー映画を復興させたイギリスのハマーフィルムプロダクション制作、ピーター・カッシング主演のフランケンシュタインの逆襲では、企画当初に当時70歳のカーロフをモンスター役に起用する案があったが、モンスターの版権をユニバーサル映画が保有していたため、実現しなかったと言われている。ありがとうございます。